はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。前回から丸々続きですね。前回の一番最後のシーンを見ていただくと、今の絵と全く同じはずです。なぜなら、全然動かさずにね、すぐ始めたので。で、今回の、サポートは前回と一緒ですね。パルトさん、ダイヤさん、目隠しに入ってもらってます。それでは第5話いってみましょうか。あ、やっぱムービーになった。追い出されたからそうかなと思ったんですよ。お、一味の居場所が分かった。ほんの一瞬だったのに、さすがだな、タンス。おそらくね、1分経ってないですからね。1分経ってない。メルギザの洞窟の最深部にアジトを構えている。手下たちに魔界に戻るための桃を作らせてるんですよ。ほうほうほう。こっちの世界に攻めてくるんですよ。マジかな。最後の頼みでんす。隊長ゴルゴンザを倒してもらえないでんすか。いいだろう、勝てるか分かんないけどね。オッケー、タンスも行くのか。そもそも歩けるのか、タンス。あ、追い出された、追い出されたよ。さてと、近ければ動画切らずに行きたいんだけどな。近くはないね。じゃあちょっと洞窟の手前まで切りますかね。じゃあちょっくら行ってきますわ。はい、それではですね、メギラザ洞窟最深部に来たでんすよ。行ってみますか。まあレベル、メカ吉が50、バラルさん54、それでも強すぎるかもしんないですよね。結構ありがちなのが、必殺技覚えたけど必殺技来る前に倒しちゃったみたいだね。隊長殿、ゲートはすでに完成しております。そろそろ魔界戻られますか。お、待ってくれてたのか、ありがたい。来たよ。お前が道具使いか、待ちかねたぞ。魔界を抜き出してまで極めんとしたデルクロアの研究世界がどれほどなのか見たくなってな。あ、結構いいじゃん。聞けばデルクロアの夢というのは、自らが生み出した道具使いの手でこの私を倒すことらしいではないか。あ、そういうことで待ってたのね。ならばお前を対し、その夢をこの五段に打ち砕けば、こやつも私の言うことを素直に聞くようになるだろう。あ、なるほど。決して頭悪くなさそうだぞ。わ、これがあれか、あの強化薬。わー、金色になった。あいつめ、我が輩の強化薬を使えと本気だな。やべえ、これクワトロバジーナ仕様じゃないか。あー、なんか倒すのもったいないぐらい綺麗だぞ。しかし死んでもらう。じゃあ行きますかね。といってもバランさん、何ができるわけでもないんだよな確か。物質系じゃないのか、こいつ。違うかな。あ、違うやつやっちゃったな。まあ、とりあえず地獄の門番を。あれ、なんで魔法陣ができたんだろうと思ったんだ今。死んでるやん、バランスさん。ちょっとこれ、ちょっと振るんじゃないか、この位置。ちょっとこっ
っちが来よ、こっちが。よしよしよし、いいんじゃないですか。とりあえず門番を倒そう、門番をね。火力がないな。まあ武器がね弱っちからな。レベル以上に弱っち武器使ってるせいもあるけど火力ないな。道具使いって本来強いんだろうか。巨戦機ゴルゴンザ、なんか今まで見てきたボスの中ではなんか好きだな、この色といい形といい。やべ、まあ大丈夫だ、ダイヤさんだけは平気だ。よし、じゃあシールドブレイクしよう。こいつ物質系じゃないよなきっとな。お、やっぱり弱いぞ。あ、やべ、あれしよう、なんだっけ、ロストアタックすればよかった。バランス、あ、来た来た来た、必殺技を使うんや。ここでやられんなよ。やべ、すっ転んでる、転んでる。あ、結構大きいですねこの魔法陣。あ、しかしパルトさん入ってなかった。死んでもったバラルさん。あ、終わった、20秒間だもんな。押した押した、結構一撃がきつかったですね。3分近く進んかかっちゃった。どや、道具使い、全力の私が破れるなら道具使い、これほどのものか。デルクロワ、どうやら私が間違っていたようだ。お前の研究は十分実践に役立つ。結構いいやつじゃんこいつ。魔界に戻ったらお前専用の研究所を用意すると約束しよう。そこで好きなだけ道具の研究をするがいい。なんかいいやつじゃん。我が輩の研究所、それがあればバラル、さらばじゃん。違った。答えはノーだ。今さら魔界になど興味ないよ。我が輩の研究を最大限に生かしてくれる原住民バラルに出会えたんだからな。デスクロワよ、答えはノーだ。バラルさん、そんなお前に付き合わないぞ。聞いてないのか。答えはノーだ、デスクロワ。大貴族であれ、あの方に反旗を翻したのだ。いずれその決断を後悔させてやるわ。あの方とかよく出てくるよね。どの方だかわかんないけど。これで道具使いこそが最強だという我が輩の考え正しいと証明されたな。全て貴様のおかげだ。顔を見せてくれるわけじゃないのか。貴様は我が輩にとって実に素晴らしい道具であったぞ。道具扱いされてるわやっぱり。だからノーだと言ったのに。エンゼルハーツはいらないわ。で、戻んのかこれ。終わってないよね。マジか。じゃあしょうがない、戻りますか。ここは何もないですね。まあカットするのもあれなんでこのまま行っちゃいますけども。
石取っとけばよかったな。今さらだよね。今さらだよな。もうこれで終わりだもんな。まず石を取りましょうね、皆さん。その方が早いから。特にさ、このなんだっけ、どこだっけ、これから行くとこ、あそこは外出るのが遠いんですよね、この電車で行くと。あ、これガタだ。ガタだ、石取った方が楽なんだよな、外出るには。まあ今更ですね。ということで、またくだらない話をベラベラしながら行きますかね。メカ吉もな、これ素手だからね、武器持たせたらやっぱそれなりに強いのかもしれないな。何度か転生してると思うんですよね。ほら、プラス3でしょ。もう一回今、今度転生できるもんね。まあ、どれをね、上げていいかわかんないんだよな。でも力232しかないな。まあいいか。さあ、これでいよいよ道具使い終わりですね。証がもらえるのかな、最後。道具使いの証は何なのかな。まあ道具使いね、真面目に育てたりはしないかもしんないな。今回ハンマーをね、スキルが欲しくて育ててますけど。ハンマースキル取れ次第、しばらくは育てないかもしれないからな。あんまり前職カンストしようとかっていう思いはないんですよね。まあ結果的にそうなるかもしれませんけどね。さて、じゃあ報酬、証をもらいに行きましょう。バラルのことを貴様と呼び、道具扱いしたデスクロア、もう二度と来ないと思うぞ。まあ貴様も原住民にしてはそこそこに役立ってくれたかな。原住民と呼ばれてる方がまだマシだぞ。タンスも見に来ればよかったのに。やっぱ足がないから無理なのかな。よし、証手に入れた。あ、経験値1万超えましたね。道具使いの証って何かな。これ見れるかな。職業の歴史に新たな1ページが加わり、まさに道具使いの時代なのか。ということで終わりましたね。ぜひなんか各職業のこの五話つづりのね、クエストの続きをね、出してほしいですね。大体もう話としては完結してるんですけど、なんかもうちょっとなんか取得できるようなクエとともにストーリーがあってもいいかななんて思っちゃいますね。あれ、なんかレベルアップしたっぽい。バイオシンって覚えんですね。バイオシンあれば結構強いかもな。で、メタルな魔物に会いやすくなる。あ、メタルな魔物に会いやすくなるんですね。
ってことは道具使いにいる方が会いやすくなるってことなんだ。で、捨てましょう。これ捨てにくいんだよね、こういうこと言われるとね。捨ててもいいんですよね、確かね。捨てちゃった。で、この辺の服も売っちゃいますよ。邪魔だからね。ということで、無事にね、道具使いのクエスト5は終了することができました。デスクロワにはね、道具扱いされてましたけど、今後も人間として生きていくんだもん。まあいいや。まあ、なかなかね、自分が育ててるモンスターと共に動画に映ることが少ないんですけど、数少ない貴重な、そういう意味では貴重な動画だったかもしれません。それではですね、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。